こんばんみ、座敷わらしです。今日はシーバスプライムデー、1年で一番シーバスが釣れる確率が高い日です。10月の新月、それのね、前の前の稲垣潮2日目ですね。これが今までの20数年のデータでまず釣れる、絶対釣れる日ですね。今まで釣りにあったことがないと思います。大きさはまあいろいろあったと思いますが、よう覚えてないですね。でも絶対釣れてます。はい、とりあえず今日今んとこ3匹ですね。一番でかいのが61ですか。で、その次が56、7ですか。57。一番こん前のが10、20、30、45ぐらいですね。今日活躍しそうなルアーは、はい、アバウト90、ハンドメイドルアーですね。これの、ただ投げてほっとくだけで釣れるかと思いますけど、まあちょっとやってみましょう。行ってきます。はい、アバウト90、投げてみたいと思います。中潮2日目、新月、シーバスプライムデー。40ないか、40あるかないか。今日ネットがあるか、ネットでだろう。はい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 、はい、よし。はいはい、ネットシーバスプライムで1匹目、40センチくらいですかね。アバウト90、またあと計測することにします。シーバスプライムでようやく1匹目ちっちゃいね。わざわざこの日のために明日休み取ってます。さあ、また続きますよ。なんかこれな、はい、シーバスプライムデーで、服は来ましたよ、これほらほらグーフです、グーフ来ました困ったもんですよ、これはまあ、針噛むなよ。はい、さよなら。
俺も40ぐらいですかね、40ちょっとかな。シーバスプライムで2匹目、大きいのが欲しいですね。なかなか1回来たんですけど針が曲がってました。さあまだまだ続けます。ナイスプレイ。来たんですけど針が曲げられてしまいました。割と良かったですね今のは。とりあえずちょっともう上がるのはめんどくさいんでこんなことするけどまた来ても上がるんよね。あんまり大きくないけど、シーバス、来た、ちっちゃ、ちっちゃ、はい、バイバイ、はい、さよなら。来たよ。続けてきましたね。50ちょっとかな。ないか。50ないか。ちっちゃ。はい、バイバイ。はい。生後の群れが来てるみたいですね。はい。こうやった。できたよ。まあまあかな。死ぬ。死ぬ。死ぬ。潮の流れがあるからね。よいしょ。よいしょ。あ、出た。外れました。ちっちゃいけど持って帰るよ。もうまあフライで持って帰るよ。フライでみんなもかわいそうよね。はい、釣れましたよ。ちっちゃい。楽しいね。はい、聖子ちゃんです。来たよ。はい、また最後です。はい、最後ちゃん。はい、最後です。はい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 。
はい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 じゃあね。はい、今日の証拠です。シーバスプライムでいっぱいおるんですけど、でかいのはかかりませんでしたね。来るのは来るんですけど、針曲がっちゃいました。私の人生こんなもんです。